え、どうもこんにちは。えー、ミスタエムです。で、今回はね、本当に動画を見てくださってありがとうございます。で、今回は、その、まあ、会いたい人には会いに行けっていうことについてお話をしていこうと思います。会いたい人には会いに行け。で、まあ、ちょっとね、その、まあ、内容からというか、その最初の話を聞いて、多分会いたい人に会いに行くってことは、あの、もう何をすればいいかってことは分かったと思うんですけども、で、もこれは本当につい最近僕自身の本当に気づきでね、で、僕自身は本当にあの、 まあ知ってる人もいると思うし、あの初めて見る人はなんか顔赤いなとかね、まあ、ちょっと今日は赤くないんですけども、いろいろ思ってる方もいると思うんですけどね、いろいろね、あの毎月海外に行ったりとか、まあ、大体半分ぐらいはね、あの特に冬に関してはあの家にいないんですけども、で要は何かというと、あまりこう会いたい人だったりとか、自分がね、尊敬する方だったりとか、お師匠さんだったりとか、そういうメンターさんだったりとかっていう方と、本当にここ最近ずっとあんまり会ってなくて、どっちかというとね、その自分が一人で、一人でっていうかね、その 自分は身内の人たちとだけこう会うようにね、そういう生活を送っていてね、まあ、先日ちょっとあの僕自身の、まあ、お塩さんと久しぶりに会って、まあ、話したんですけども、まあ、本当に何ていうのかな、その人の影響っていうのは本当にすごいなって思ったんですよね。で僕自身特にその、まあ、なぜ人を選ぶのかっていうのはね、まあ、これあの知ってる人もいると思うし知らない人もいると思うんですけど、とにかくミラーニューロンあの、僕たちっていうのは本当に出会う人、うん、僕たちが例えば体がね、あのー、自分自身が食べている食べ物だったりとか、水でね、 成り立っているのと同じように僕たちの,その人生とか考え方とかその行動とかっていうのも結局付き合っている人たちによって全て決まるんですよね。本当にこれ24時間自分がどういう情報がねこう無意識に入っていくのか。例えば付き合う人を変えるっていうのは本当にこれ、まあ、体感した人は分かると思うんですけどもただねその人たちの,こうなていうのかな輪に入れたことによって例えば何かチャンスが落ち着いたりとかそういったことだけじゃなくて あの全く要は、あのー、思考を変えるとかっていうのは人によって違うわけですよねで。常にやっぱりポジティブな人っていうのはポジティブなことは投げかけてるから、そういうのがこう無意識に入ってくるんですよね。で24時間僕たちは無意識のうちに聞いてることっていうのが潜在意識にインストールされてしまうから、それは,よ要はいかに自分が求めてる像に近いものだといいってことですねで。それがやっぱり付き合う人を変えるとそういう思考し,してる人たちの方が自然に入ってくるから、潜在意識さんレベルでどんどん変わってくっていうのがあるんですけども、そう。で、そういうふうにしてね、まあ僕たちっていうのは簡単にこう付き合う人を変えることによって、 その人生を変えていくことがでできるんですけれどもでちょっと話は戻るんですけどねその、要は何かっていうとね、僕自身もその本当に先日ちょっとあっただけで、まあ、2、3時間ぐらい久しぶりに僕の,あの、まあ、経営者としてすごい尊敬してる方とおっしゃってね、すごくやっぱり変わったんですねで。やっぱり僕自身がやっぱり今足りないものっていうのもよく分かったしね、その普段考えないこともそこから考えるようになったし、そこらやっぱりこう見えてくる方向性とか、これからの決断、行動、アイディアが全て変わっていくのってことを実感したんですね。 今までっていうのはやっぱりね、そういうの分かっていながらもね、こうやって僕が発信していながらも、そこまでこう、なんていうのかな、意識していなかった。うん。で、僕はその本当に先日たまたまお会いした、本当ちょっとの時間が、本当に全て決まるなっていうのが分かったんですよ。で、何かっていうと、本当小さいたった3時間、その3時間っていう枠組み見たら、本当人生で考えたら少ないですよね。そのたった3時間っていうのの後が大きく変化したんですよ。で、これは本当にね、 自分自身でそういうのをね、こう体感しないと分かんないと思うんでね、ぜひだから会いたい人に一回会いに行ってほしいなって思うんですけども、そう、だから何をね、今回僕自身が会いたいかっていうと、とにかく本当に付き合う人っていうのが、まあ、本当にすごく自分の人生に影響してるってことを、ぜひ一度知ってほしいんですよね。で、だからといってね、例えば今付き合ってる人たちを切り捨てるとかね、その今大切な人たちをこう、なんかこう会わないとか、そういうわけではなくて、とにかく自分がこう、会いたいなとか、本当にこの人すごいなって思う人を、とにかく本当に、 リアルで、ライブで本当に感じに行ってほしい。これを本当にぜひやっていってほしいんですねで。僕自身も過去ずっとね、それをやってきて、まあ、ここ最近本当にずっとやってなかったんですけども、先日ちょっとやって本当にそれでね、あ,あ本当に、なんていうのかな、大事な部分抜けてたなはまだまだだなって本当に、まあ、いつも思っていてね、それがね、さらにこう思わされるようなきっかけがあってね、やっぱりそう思ったんですけども、とにかくだから自分が会いたい人に本当に会いに行って、それをやってみてください。僕もやっぱり今ね、インターネットだったりとか、本当に Amazon とかね、その情報が簡単にこう取れるから、 何かそういうものをちょっとね、うん、見て、この人のことを知った気になっちゃう。例えば、Facebook も、例えばちょっとその人のことを見てて、あ、この人、こういう人なんだろうなっていうふうに聞いて、すべてじゃなくて、その人の、要は結局、一部がそういう、例えばインターネットに出てるわけですよね。その見えない部分で、やっぱりすごいこう秘密があったりとか、本当になんていうのかな、すごくこう、まあ、臨場感があったりとか、その別の部分のね、あの秘密があったりとかっていうのはやっぱあるんですよね、必ずどんな人にでも。 でそういうものが本当にねこう、僕もそうなんですけど、ネットとかだとね、知った気になってしまうから、とにかくこれからの時代、どん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 情報がね、たくさん出てくる中でね、やっぱりそのライブで体感する、ライブで会いに行く、ライブでその人の空気感を体感するってことをやっていってほしいんですよで。僕もね、やっぱりこれから本当に今やろうと思って、いろんな人にこう僕がね、やっぱ会いたいなって人たちがやっぱり今ね、何人かやっぱりいてね。で、自分のレベルとしてもやっぱりその人にまずは、 簡単にね、会えるレベルの人もいると思うし、まだ会えないレベルの人たちっていうのもいるから、そこで自分のセルフイメージを上げたりとかね、例えばその人のまずセミナーに参加するとかね、そういうところがちょっとステップアップしていこうかなってもう一回思ってるんですけども、とにかく本当に、なんていうかな、成長のために一番こう簡単にね、変えられるコツっていうのは本当に人を変えることで付き合う人。付き合う人を変えるというか、そういう自分が理想としている人たちと会う時間を増やすってことです。それもライブで。で、これは本当にね、あの、信じられないかもしれないんですけども、本当に一回、たった一回の本当数時間っていうのが、 後ほどの人生を本当に大きく変えます、これはでこれは本当に体感しないと分かんないからね一回体感してほしいんですけどもぜひねそのやっていってほしいんですよ本当に僕もそうだったし僕の周りでもね本当にそれでちょっと自分がこうすごいなとかねなんかこう会いたいなっていう人に会った後にすごく人生変えてる人っていうのは本当にたくさんいるんですよそう、だから何が言いたいかというとそれだけ本当にこうリアル直接会ってこうライブで話すエネルギーを体感するってことは本当に素晴らしいくらいなんていうか僕たちの変える最大の秘密だと思ってるんですよ だから逆にね、今こういう時代だからこそ、本当に本当に、本当に本当にっておかしいんですけどね、あのたくさんそういう人に会いに行ってほしいなと思います。やっぱりそういう人たちに会いたいなって思う時はが僕は一番タイミングだと思うんですよで。僕も昔そうだったんですけども、大学生の時僕は自分が、今は、まあ、卒業して3年目になるんですけども、まあ、僕は卒業してないんですけどね、その1年、2年、3年って言ったあの経って、今思うのが、そのやっぱタイミングっていうのは、会いたいなって思った時が一番会いに行くべきタイミングだと思うんですよね。 やっぱり僕もそうなんですけどもその多くの人っていうのはねやっぱり今の現状がその整ったらいにこう例えば今お金がない時間がないその今自分が自信がないっていうふうに思っていてだから自分は今こういうことしかできないんだって思っちゃうんですけどもそれがご、ま、く、あ、普通のね学校教育のそういういうに習ってるかしょうがないんですけども本当に理想を叶えていく人たちの思考っていうのはねこう,いうこういう人生を送りたいから今これをする先に何かっていうとこういうふうになりたいから今これをね 現状として必要なんだっっってててここととで、ででじゃあ引き寄せようってことでやっていく思考なんですよだから今がこうだからこういうふうに決めようって過程だと全部今が前提で思考していくから大ブレイクもないしそれだと理,あの理想を手に入れることっていうのはほぼ不可能なんですよねで理想がこうなりたいから今こうなるってことを考えていくんですよねだ僕も昔その何て言うのかなそういう人たちにたくさん本当に著者の人だったりとかたくさんの人たちに会ってきたんですけれどもその時って今の現状とか考えてなかったんですよねやっぱり で、何かっていうと、そういう人たちに会いたい。とにかく会ってみたいという気持ちがあるから、じゃあ、とにかくその自分になるためにはどうすればいいのかってことを考えてたんですよ。で今、自分がその時確かにお金がなかった時もあったしね。だからこうしようっていうんだと、い,いつまで経ってもそのチャンスはつかめないんですよね。自分がこうなりたいっていう、こういう人たちに会いたいって思うから、じゃあ今そのために何をするかなってことを考えて必死にはやっていくで。そこで一個自分が成功体験を読む。それが自分の自信になって潜在意識にも残ってセルフイメージも上がるからね。 で、それでどんどん変わっていく。で、また次もそうなっていく。その繰り返しで自分をどん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 レベルアップしていくんですよね。で、その過程で自分のこともどんどんどん好きになれると思うし、あ、俺ってできるんだってことが初めて自分の中で腑に落ちてわかるんですよ。そう。だからちょっと今回の話、えっ、ー、とね、まあ、整理すると、まず本当に付き合う人をとにかく変える。付き合う人を変えるっていうよりも、自分が会いたい人にとにかく会いに行く。で、その時に、その、やっぱり、なんていうかな、今の自分の現状だったりとか、その、自分の、その、今の、なんていうのかな、 あの状況がね、良くても悪くても関係ないんですとにかく会いに行くっていうことを決めた瞬間に、人の脳っていうのは、あのそのを達成するためのアイディアを見つけ出してきてくれます。とにかくそういうきっかけを本当にね、ぜひ掴んでいってほしいなと思います。本当にとにかくね、僕もいつも思うんですけど、インターネットが流行れば流行るほど、その、どん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 、なんていうのかな、インターネットで情報が取れたりとか、コミュニケーションが取れますよね。ってことは、その一方で、リアルでのそのお付き合いだったりとか、本当に今まで、僕もね、やっぱり昔の大先輩とか見て思うんですけど、この 人間の深いつながりっていうんだけど、そういう部分が薄れてきていると思うんですよね。僕もやっぱりそういう時期になってきて、まあ、本当に先日それに気づいたんですよ。本当に自分がね、あのー、本当に変な話、何かピンチな時に助けてくれる人が何人いるか、僕はこれいつも大事にして、ね、本当に一人付けをするようにしてるんですけども、本当にそのことがその先輩になってまた再確認できたんですよね。本当になんていうかなネットが流行れば流行るほど、そういうリアルでの本当に深い付き合い、 自分の感情レベルの、だから本当に、さっきも何度もちょっと同じことで申し訳ないですけど、自分がね、何かあった時に、どれだけ助けてくれる人がいるのかってことですよね。だそういうお付き合いが本当にできている人たちっていうのが本当に減ってきているから、ぜひ本当にね、その人の人生に深く関われるような、そういうような人間関係本当複数人構築するだけで、本当それも自分の自信になれるしね、自分もそういう人たちのために頑張れようっていう気になるから、モチベーションが下がるとか、そういうこともなくなるから、ぜひね、そういう人たちを見つけていってください。だとにかく、まず相対たいに会いに行く。で、会って、あとは、 その人たちと本当に、なんていうかな、深い人間関係を構築していく。だから本当にね、その人たちのためになることをして、その人たちと本当に、まあ、その人たちが全てではないですよ。それ以外でもたくさん自分にちょっと大切な人がいるからあの、人を大切にするっていうのはすごく大事なんですけど、やっぱりでも、付き合う人には限りがあるからあの、そういう意味ではね、選んだ方がいいっていう意味で言ってるんですけども、そこですごく深い人間関係を構築していく。それこそ本当に、なんていうかな、今の、 みあの僕自身も含めてねあの、現代の人たちに必要なことであり、それをやることで、本当に別の幸せっていうのが手に入ると思うんですよ。うん。だからぜひね、本当にその深いつながりも、これから一緒にね、作っていければなっていうふうに思います。ってことで、今回もね、えー、最後まで動画を見てくださって、えー、ありがとうございました。ぜひね、本当に会いたい人に会いに行くってことで、えー、会いに行きましょう。ってことで、ありがとうございました。